はい、皆さん、僕らのジャコミッチンです。今日はですね、皆さんにちょっとご報告がありまして動画を撮っているんですけども、まあ、サムネとね、タイトル見たらわかると思うんですけども、私、コミチン、ウームを辞めることになりました。はい、ガチです。まあ、僕個人というか、ポコニャンとしてウームの専属契約ではなくなるということですね。いや、もうかれこれ8年になるみたいですね。今見たら、2015年の9月1日にですね、ウーム入りましたという動画を出してたんですけども、その、まあ、報告は9月1日だったんですけど、その前からですね、契約というのは始まってて、なんかその前の夏ぐらいからバディがついてたんで、まあ、それは2014年なんですよね。そこを入れるとまあ9年ぐらいの関係だったんですよね。9年っていうとね、小学生が中学校卒業してる、ね、高校生になってるぐらいの年月ですから、それはね、もうものすごくたくさんのね、思い出がありますよ。いろんな経験をねさせていただきまして、8年も9年もいるとですね、まあいろいろ見てきましたよ。ウーム辞めますっていう動画、ウーム卒業とか、ウーム脱退とか、要はこうウームを辞めるっていうね、クリエイターさんたちたくさん見てきたんですけど、で、その中で結構ね、円満に辞めてますみたいな、今実はもう辞めた状態だけど、そのウームとの関係は良好ですみたいなことを言ってるクリエイターさんもね、中にはいらっしゃったんですよ。で、それを見てですね、って思うじゃないですか。円満なら辞めないじゃんと、円満ならそのままね、良好な関係ならそのままいようよっていう風に僕がね思うタイプだったんですけど、いざ僕がその立場になって言えるのはですね、円満で卒業ってあるんだなっていう、そういう感じにね今思ってます。っていうのも、何かこうウームがやらかしたとか、まあ、僕らがねすごいこう不祥事を起こしたとか、そういった理由じゃないんですよね。今回本当大きな何かがあったとかじゃないんですよ。本当こう、僕らが僕らの活動を続けるために、どうしてもそのウームの専属契約という契約内容が、その僕らの活動の仕方に合わなくなってきたというか、ちょっとね、言い方というか、その伝え方がね、すごく難しいんですけども、例えばものすごく具体的な話をしますと、今回ですね、まあ私コミチンのことに関して言うと、そのコミチンチャンネルっていうのね、こうやって運営しているんですけども、そのコミチンチャンネルの中で、コミチンカレーを発売しましたって、つい先日の出来事だと思うんですけど、非常にね多くの方が買ってくださったんですけども、例えばこういう活動一つとってもですね、ウームの本来の専属契約の中では、このコミチンカレー発売にあたっては必ず間にウームが入って、そこから皆さんにねこう販売をするっていう方式だったんですね。もちろん僕らはその動画作りはしたことがあっても、通販っていうもの、物を人に売るっていうものをしたことがなかったんで、もうウームにお任せして、工場とかね、そういう先方とのやり取りも全部ウームがして、最終的なね確認をちょこっと、クレタするっていう、そういう流れだったと思うんですけども、まあ、僕らはですね、やっぱりそのいい大人なんですよね。もう来年40にもなる年でですね、いつまでもね、そうやって人におんぶに抱っこじゃダメなんじゃないかなっていう風に思い出したんですよね。うん。そう。自分たちでチャレンジしたくなったんですよ。例えば、今回、こちらのコミチンカレー4パックで2680円で発売したんですけども、その値段にできたのも、レシピをまず自分で作って、そのレシピを自分で工場に持って行って、自分で在庫を持って、自分で通販サイトを見つけてきて、自分で交渉して、で、最後、発送の手伝いまではまあしたんですけども、っていう感じで、一つのアイデアをものにして、皆さんに届けるまでっていうのを、もうなんか自分たちでやりたくなっちゃったんですよね。その方が、より安く提供できるし、より、こう、思ったままの商品ができるというか、今回ね、コミチンカレーで言うと、その工場とね、サンプルのやり取りをして、結局35回目でやっと、みたいな話をね、したと思うんですけども、これが僕と工場のラリーだったから、1年で済んだけど、さらにそこに、まあ、例えば、ウームっていうものがあったとしたら、
もっともっとこう遅かったと思うんですよね。工場、ウーム、僕、ウーム、工場っていう、まあ、間にね、目を光らせる人物がいるっていうのは非常に安心でもあるんですけども、そういうスピード感で言うと、やっぱりね、直接やり取りできた方が早いし、その間違いが少ないですよね。っていう感じですね。まあ、一つのね、具体的な例を出しましたけど、この彼が原因というわけではないです。2年ぐらい前からずっとね、そういう話はしてたので、まあ、っていう感じですね。これからも、なんかやっぱね、いろんなこう、チャレンジをしていく上でですね、やっぱりもうちょっとこう、身軽になりたいというか、まあそういった形でこう話し合いをね、進めていくうちに、一旦ここで、専属契約をやめて、パートナー契約に切り替えませんかという提案をいただきましたので、まあそちらに、変更したということでございます。そう。だから、ウームとの関係は完全にはなくなっていなくてですね、いわゆる専属契約と、パートナー契約っていう、その、今まではずっとこう、8年、9年ね、その、専属契約って言って、ウームのホームページをバーンって載って、まあ、UFES とかもね、たまに出させてもらったりとか、ウームのイベントにね、出演したりとか、まあ、いろいろあったんですけど、今後はそういうことはね、なくなります。今まで出させてもらった分に関しては、めちゃめちゃいい経験をさせてもらったし、みんなにね、直接会えたし、すごくいい経験だったと思ってます。で、これからですね、ウーム辞めた後、何が変わっていくのかなんですけども、視聴者さんとしては、特に何も変わりません。っていうのも、その、まあ、ポコニャンの方でもね、結構ファンレターとか、プレゼントとか、いただくんですけども、そういった送り先住所の、そのウームの住所っていうのは、引き続き、サポートしてくれるそうなので、もしね、今まで通り何か送りたいよっていう時は、ウームのね、今までのその送り先の住所を使っていただければ大丈夫です。あ、でもこれからはもうウーム専属じゃないから、その食品とかも受け取れるのか。まあもちろん生物とかさ、その、冷蔵冷凍が必要なものはダメだけどさ、あ、なんかね、ご当地のレトルトカレーとかさ、あ、別に送ってくれっていうあれじゃないけど、送ることもできるっちゃできるから、この辺ちょっと、そっか、食品受け取り用の送り先住所、桃介さんとか協力してくれそうだな。もしかしたらその辺ちょっと逆に緩くなる部分も増えてきますね。で、ここまで話してですね、皆さんずっと気になってると思うんですけども、ズボキャンどうなるのって問題ですよね。もともとはウームキャンプ部、去年ね、名前を変更してズボラキャンプ部で活動してるんですけども、こちらの活動、つい最近でもね、あのお台場冒険王で3人で出させてもらったりとか、10月にね、コミチン主催でイベントがあったりするんですけども、そのズボキャンがですね、一体どうなるのかなんですが、変わりません。嬉しい、うわ、めちゃくちゃ嬉しい。ここはね、非常にこう、皆さんも気になると思うんですけど、僕が一番気にしてましたよ、それは。いや、どうしましょうと、ね、いう感じなんですけど、まあ、どうしましょうもなく、もなくて、実はその、実際、ズボキャンってさ、その、ウームに決められたグループじゃなくって、勝手に僕らが始めたグループであって、別に撮影日も僕らが決めるし、活動内容も全部僕らが決めるし、逆になんかウーム何も知らないですからね、そのズボキャンのその活動内容というか。まあだからこそ、そのウームキャンプ部じゃなくて、ちょっとウームって名前外して新しいね、その名前に変えようっていう風にしてたんですけど、まあ、それがね、ちょうど1年前でしたけど、まあ今こういう身になってですね、あー、ちょっと名前ウームキャンプ部じゃなくてちょっと助かったなと。いう風にちょっと思ってますね、そこは。はい。で、前々からカズさんとかね、マグニーには相談してまして、まあ、こういう感じで、今こうウムと話してるんですみたいな感じで、その都度ね、2人にはもちろんちょっと裏でね、相談してたんですけども、まあまあいつも言うのは、まあそれだったとしても、まあ、ここの関係は変わらないという風に、固い絆がやっぱそこにはありますので、うん、その作られたものじゃなくって、ほんとなんか、その友達同士で集まってるものに
ただ名前がついたっていうね、そのズボラキャンプ、まあ皆さんがね分かりやすいように覚えやすいようにっていうので、まあズボラキャンプ部っていうね名前を付けさせてもらってるんですけど、その実態っていうのはただの仲良しおじさん3人組みたいなそんな感じですからね。みんなもだってさ、その週末とかね長い休みになると友達と遊ぶでしょ。そういうことですよ、僕らがやってるのも。なので、まあいざ僕がね、じゃあ転校しますってね、同じ学校だったけど転校しますって言った時に、じゃあお前転校するから友達じゃないよって言わないでしょそう、そんな感じですかね。なので、ズボキャンに関しては、これからも、続いていきますし、なんなら、明日撮影日です明日カズさんとマグニーと別荘、カズさんの別荘でね、キャンプしようって言って、明日、撮影もありますし、10月のイベントもね、着々と進んでますし、見てくださってる、応援してくださってる、画面の向こうの皆さんとしては、特にね、変化という変化はありませんので、変わらず応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。いや、でもやっぱね、今回ね、やったカレーもそうですし、10月末にあるイベントもそうなんですけど、やっぱね、自分でいろいろ段取りすると、本当に忙しい。で、これの他にも、冷凍カレーの打ち合わせだったり、ホルモンの打ち合わせだったり、こう並行してこういろいろやってるんですけども、今までね、動画作りしかしてこなかったので、かなりてんやわんやしてるんですけども、その分ね、その地元の仲間たちがですね、どんどん増えていってる実感がすごくあるんですよ。やっぱね、人間年取るとね、やっぱ地域貢献したいなっていう風にすごく思うんですよ。地元愛っていうんですかね。地元の、その岐阜の仕事がしたい。岐阜に愛されたいっていうのをものすごく思うんですよ。で、身軽になった今ですね、かなりそういう活動もしやすいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。もしね、この動画ご覧の方で岐阜で小道にこの仕事を依頼したいとか、こういうイベントに出てほしいとか、何かこうありましたらね、概要欄に、リンク載せておきますので、こちらまでですね、お仕事の依頼お待ちしております。で、ポコニャンの方に関しては、本当にね、皆さんとしては何も変わらないので、こうやって動画にすると逆になんかこう重々しくなるかなということで、おそらく文章のみでのご報告になるかと思います。まあ、コミチンの場合はですね、まあ、ズボキャンどうなるのっていうのが一番のこう心配になるかなというふうに思ったので、まあ、ちゃんとね、間違いのないようにこう自分の口からちゃんと説明したかったのでね、今回こういう動画という形にさせていただきました。まあ、ここからはですね、フリーの YouTuber となりますので、より一層皆様の応援よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。